かつてソ連を支配したスターリン、そして現在のロシア大統領のプーチンに尊敬する人物は誰ですか？と問えば、間違いなく最初に出てくる人物はピョートル大帝。ウクライナを保護下に置いてスウェーデンに勝利、ロシアを東のヨーロッパの帝国として西側諸国に認めさせた偉大なツァーリ、そしてもう一人、スターリン、プーチンが尊敬するロシア皇帝がいることをあなたはご存知ですか？それはロシア帝国初代ツァーリ、イヴァン大帝、モスクワ大公国に衰退したモンゴル帝国の分国を次々併合し、ロシア帝国と呼ばれるまで領土を拡大。そして凄まじい猜疑心により自分にのみ忠誠を尽くす秘密警察を結成、徹底した恐怖政治によりロシアの中央集権的な国家建設と帝国の創造を目指しました。少しでも気に入らないことがあれば町ごと虐殺、妻も次々異常死して結婚は7回繰り返し、しまいには癇癪を起こしてとんでもないことに。そんなロシアが誇る怪物王をイヴァン大帝について本日はお送りします。1530年8月25日、イヴァン4世、通称イヴァン大帝はクレムリンのテレムノイ宮殿で生まれました。ちなみに4年後に織田信長が生まれます。最初から曰く付きの誕生でした。父であるモスクワの大公バシーリー3世は結婚して20年になるのに子ができない、最初の妻との結婚を無効とし修道院に幽閉、30歳は年下のエレナ・グリンスカヤと再婚します。しかしながらモスクワで信仰されていたギリシャ正教では離婚しても妻が生きている限り再婚できないという規則があり、総本山エルサレムの正教会総主教は怒り、再婚すれば悪しき息子が生まれ国に血の川が流れるであろうと呪いの言葉をしたためた手紙を送りつけますが、それでも後継ぎがいなきゃどっちみち終わりじゃん、ということでバシーリー3世は手紙を無視、さらにあるあるでモスクワの聖職者に再婚を許可させイヴァンも静着と認めさせます。ふう、これで一安心と思ったところでバシーリー3世はあっけなく敗血症で死んでしまいます。イヴァン大帝3歳の時でした。しかしこれは呪いの始まりに過ぎません。わずか3歳でモスクワ大公の地位についたイヴァンでしたが、そもそも大公といっても他に大貴族がたくさんいての合議制で、ほぼ鎌倉殿の13人状態、ましてはトップのイヴァンは3歳、他の大貴族は平身低頭しながらもイヴァンを無視して摂政の座をめぐって権力争い、母の実家、父の弟、その他大貴族がイヴァンの目の前で陰謀による逮捕、投獄、処刑を繰り広げ、一番イヴァンに近かった母エレーナも毒殺されてしまいます。イヴァン内帝はそんな陰湿な権力争いを眺めながら、モスクワ正教の長、マカーリーの英才教育を受け、ラテン語、歴史、神学を学び、特に卓越した文学的才能を開花させます。成長してからは卓越した演説で民衆の心をつかみます。そしてイヴァン内帝のもう一つの一面も、すくすくと成長していました。それは、冷酷性と凶暴性。彼の子供時代の遊びは、動物を虐待すること、小鳥の羽をむしり、目をつぶし、ナイフで刺して、痙攣して息絶える有様を眺めたり、城壁の上から子犬を中庭に投げ落とし、骨を折った子犬の哀れな鳴き声を聞いて喜んでいました。何せ見るもの聞くものすべてが残虐と関係のお手本、弱い者には災いが、強者はすべて許される、剣に毒薬講師代を駆使すれば、神は味方についてくださる。熱心に聖書を学び、大人が同胞を虐待する代わりに動物を虐待し、イヴァンは成長していきます。そしてついにイヴァンは13歳にして覚醒します。イヴァンの必死の懇願も無視して、目の前でイヴァンの友人をボコボコにして牢屋にぶち込んだ大貴族、アンドレイ・シュイスキーに対して、数ヶ月後のクリスマスの宴会の場で、イヴァンは逮捕、処刑を命じます。ほぼお飾りのイヴァンの命令に周囲の貴族が応じるかは賭けでした。そしてイヴァンは賭けに勝ちました。イヴァンのまさかの命令に皆度肝を抜かれて立ちすくむ中、衛兵はアンドレイを捕らえ猟犬の飼育係に引き渡します。かくしてアンドレイ・シュイスキーはイヴァンの命令通り
凍てついた雪の路上で生きたまま猟犬に噛み殺されて処刑されました。イヴァンが初めて行使した太后の権限でした。ここからイヴァンは権力を振るうことに躊躇しなくなります。マカーリーから自分は神に選ばれたサーリであると教え込まれたイヴァンは、自分は犬猫ごときでなく進化の命を奪うことができるのだと自覚し、15歳の時には口の利き方が無礼ということで進化の舌を切ったり、立派に成長し16歳で一人前の君主としてモスクワのツァーリとして戴冠します。東ローマ帝国をしのぐ帝国を作るぞという意志を込めて、太后ではなくローマ皇帝の名称であるツァーリとして戴冠しました。イヴァン、さすがインテリです。さてツァーリにもなったし、女遊びと称した町に繰り出しての乱暴狼藉ももうやめよう、そろそろ結婚したいとイヴァンはマカーリーに相談します。ロシアに嫁に来たい外国の姫なんていないんで、断られたら恥だからヨーロッパ宮廷との縁組は諦めましょう。ロシア中の貴族から全ての娘を集めて、最も好ましい娘を選ばれてはどうでしょう。権力を振るい出したイヴァンに対して、これは娘を結婚させておいた方が良いだろうとロシアの貴族も大賛成。候補者1000人、多すぎるので一時選抜を行った上で、12人につき1部屋で宮殿近くの家に滞在、そこにイヴァンが通い、候補者の娘たちとお見合いを繰り返しました。そして選ばれた姫がアナスタシア・ロマノブナ。ロマノブナ、そう、アナスタシアが選ばれたことにより後年実家ロマノフ家が躍進し、ロシア最後の王朝ロマノフ王朝につながっていきます。この時イヴァンは家柄も政治も関係なく、アナスタシアの美しさ、知性、優しさ、深い信仰心をお見合いで感じ取り、当初の王朝存続のための跡継ぎを産む美しい娘ではなく、愛しいと思える妻を選び出します。アナスタシアは残酷無比なイヴァンの心に安定をもたらしました。結婚当初は毎日狩りと酒と新婚生活を大いに楽しみ、政治は母方の実家に任せきりで、進化は汚職し放題という状況でしたが、モスクワの大火事や民衆の暴動により神が怒っていると感じ、選抜者会議という新たな形式を設け、大貴族の力を弱める政治改革を実行しました。後に赤の広場となるクレムリンの広場で演説を行い、かつての少年時代の世と同じく、汝らが貴族から被った賛句はもはや覆しようがない、それゆえ一日も早く憎悪の種を捨て去るように請う、今後は世が汝らを裁きまた守るものとなるであろうという、私は民のために貴族と戦うぞという名演説に民衆は涙を流して感動したそうです。イヴァンは地方の勝手な政治や法律を改め、中央集権を進め、東の脅威である旧モンゴル帝国のタタール人の国へ攻め込み、ロシア帝国の礎を築きました。火山国征服の戦勝記念に建てられたのがワシリー寺院です。アナスタシアとの間には娘が2人生まれ、そしてその6年後待望の男子も生まれ、まさに順風満帆の1553年イヴァン23歳の時に検定が変貌してしまうきっかけとなる事件が起きます。大事な跡継ぎがまだ1歳にもなっていない状態で、イヴァンは急病で倒れてしまいました。あまりに容態が悪く、医者もサジを投げ、イヴァンを神と崇めていた国民たちは嘆き悲しみます。イヴァン本人も最後が近いと悟り、進化の貴族たちに次のように頼みます。次のツァーリは長男のドミートリーであると、神の前で誓ってほしい。いや、それはちょっと。陛下には忠誠誓いますけど、陛下が死んだら結局、皇妃の実家のロマノフ家が偉そうにしはるんでしょ？それはちょっと。進化たちはドミートリー派と、イヴァンのいとこのウラジーミル派に、真っ二つ、弱り切ったイヴァンの前で、イヴァンが死んだ後の遺産の分け前を狙って、激しく言い争います。ごめん。今日はさ、なんかもう、ちょっと、帰ってくれへん。と貴族たちに一旦引き取ってもらうように頼む始末。イヴァンが強く信頼していた二人の忠臣も、抜け目なく中立の立場を取り、そのことがイヴァンを強く失望させました。そしてイヴァンは神に祈ります。神よ、もし私になおも命をお与えくださいますならば、妻と息子を連れて北国の
セイキリーロフ修道院まで修道の旅に出かけます。回復しても真のキリスト教徒として私の死後について悪しき計画を持った人々を許します。そしてイヴァンは奇跡的に回復するのです。ビビったのは進化の貴族たちです。これはやばい。死刑、牢獄、財産没収。回復したイヴァンに手伝いひざまずく貴族たちに、イヴァンは二言三言愛想よく語りかけました。お、怒ってないじゃんと思った貴族たちは、ああ、なんとお顔の色艶のよろしいこと、嬉しくて小躍りしちゃいますと調子よく振る舞います。この時イヴァンはもはや貴族は誰一人として信じていませんでした。そして心優しいアナスタシアも貴族たちを信じなくなりました。無事回復したイヴァンはアナスタシアと1歳のドミートリーを連れて、神との約束通り北のセイキリーロフ修道院への巡礼に出かけます。そして巡礼を成し遂げるのですが、1歳のドミートリーは長旅と寒さで風邪をひき死んでしまいます。なぜ神は息子を奪ったのか。息子は生まれたばかりで罪を犯すわけがない。そして私もかつては粗暴でいたずらに命を奪ったが、今は良きツァーリであり病からも回復した。きっとこれはまた貴族の魔術に違いない。神に許すと誓った貴族たちへの怒りが募ります。しかし9ヶ月後、アナスタシアは2番目の息子イヴァンを出産。何やら神との間に誤解が生じていたようだが、また神のご加護が復活したらしいと、貴族たちにはいかなる報復もしませんでした。そして火山半国を征服、アストラハン半国も併合、バルト海進出を目指してビボニアにも侵攻。アナスタシアがもう一人の男子ヒョードルを出産。またもや順風満帆と来たところで、アナスタシアが急に体調を崩します。薬も全く効かず錯乱し、ツァーリの懸命の祈りも通じず、アナスタシアは亡くなります。17歳から嫁いできて結婚14年目、三男三女を設けた最愛の妻を亡くします。イヴァン30歳でした。イヴァンは絶望のあまり狂気の淵をさまよいました。葬列では帽子もかぶらず、アナスタシアの棺の後ろをうめき声を上げよろめきながら歩いていたそうです。プッシュ教マカーリーは涙をこらえて神の心に全てを委ねましょうと説きましたが、イヴァンの耳には届きませんでした。アナスタシアは毒殺されたに違いない。確かにあの時貴族たちはロマノフ家に仕えるのは嫌だと言った。犯人は貴族たちだ。神は私から妻を奪い私を傷つけた。私も神を傷つける権利があると、まずは中心の一人を僻地の修道院に生涯閉じ込めました。そしてもう一人の中心を裁判にかけ投獄。2ヶ月後に独房内で死去。怒りの収まらないイヴァンは中心の弟、その12歳の息子、中心の妻の親族など次々と粛清暗殺します。もはや完全に気まぐれに人を殺すようになったイヴァンは、酒に酔って道化師と踊っているイヴァンをたしなめた進化も、あいつ多分裏切り者と言いがかりをつけて捕らえて殺してしまいます。こうなると宮殿は密告残言の嵐。しかもイヴァンはご丁寧にその一つ一つに耳を傾けます。どんなに荒唐無稽な告発もありえない話ではないと思ってしまうのです。何かを耳打ちされれば早速スパイを放って調査をさせます。隣人同士、家族同士の会話も危険でした。裁判では裁判官はもはや証拠を求めません。有罪か無罪かはイヴァンの気まぐれで決まるのです。拷問も大好き。進化を手当たり次第に罰すれば罰するほどもっと罰したいという欲望が膨らみます。処刑、拷問がイヴァンの欠かせない娯楽となってしまいました。そう、子供の頃に子犬を中庭に投げ落として喜んでいたイヴァンは30歳になり、その遊びを人間相手にやり出したのです。3年後イヴァン33歳、恩師のマカーリーも亡くなりました。もう神もイヴァンの止めることはできません。この時イヴァンがどこにでも持っていくようになったものがあります。それは先に尖った鋼鉄がついた長く重たい木の杖でした。握りの部分には彫刻が施されており、イヴァンはその彫刻を撫でながら話し相手をじっと見据えるのです。そして腹が立つとこの杖で相手を殴りつけました。大抵は相手が怪我をして血が流れるのを見ると気を沈めましたが、時には殴り殺してしまいました。怒り出すと馬のように泡を吹くほど怒り狂ったそうです。
そうして罪を犯すと今度は慌てて神に懺悔します。時には貴族たちの前で自分は汚い犬畜生だ、地獄に落ちる人間だと自分自身を罵倒するのですが、それが一連のルーティンで身体的精神的な健康維持法に過ぎないことを周囲は知っていました。このように常軌を逸した行動が続くと他国に逃げ出す貴族が続出します。残った貴族たちはイヴァンに殺されないように必死で頑張り、戦争でも懸命に戦うのですが、イヴァンは考えます。粛清しても裏切り者が出るばかり。今忠誠を誓っている貴族たちもいつ裏切るかわからない。喋りすぎる奴は嘘をついているのだ。黙っている奴は何かよからぬことを企んでいる違いない。それにしても密告の数が少ない。どうも密告者の数が少なすぎるようだ。そして突然イヴァンは神のお導きに従い、旅に出かけると言って、宮殿のものをすべて詰め込み、モスクワから出て行ってしまいました。呆然とする貴族たち、民衆は、ツァーリは我々を残して、どこに行ってしまうのだろう、と不安になります。イヴァンは1ヶ月もの間行方をくらまします。そして、2通の手紙が教会に届きます。1通は貴族、高官、将軍たちの罪と裏切りについて並べ立てたもので、彼らを罰しようとすると、教会が罪人どもをかばい、余計な口出しをして、世を悩ませる。よって世は国を治めることを放棄し、神の御心の導くところで暮らすため、と去った、と書いてありました。そしてもう一通は民衆に宛てた手紙でした。自分の義憤は、大貴族聖職者高官に向けてのものであり、一般庶民に対しては、今も自負のごとき恩情を持っている、と書いてありました。そう、これは民衆の力を借りて貴族の権力をより一層奪い、自分に権力を集中させるイヴァンの一世一代の賭けだったのです。民衆はツァーリが俺たちを見捨ててしまったのは貴族たちがツァーリを裏切ったからだとパニック。クレムリンは押しかけた民衆により暴動寸前になりました。イヴァンは賭けに勝ちました。高僧と大貴族たちは会議を開いて次のような結論に至りました。国家はツァーリなくしてはありえない。我々は自分の首を差し出す覚悟で陛下のもとに赴き、額を床にすりつけ、陛下の御心を和らげてくる。イヴァンは貴族の権力も、教会の権威も手に入れました。仕方ない。モスクワ正教の大主教に免じて、私は一定の条件のもとに、再び玉座に集う。その条件とは、今後ツァーリは、裏切り者に対して左遷や死罪や財産を没収するなどの罪を与えることを全く自由に行えるというものでした。クレムリンに戻ったイヴァンは有力貴族を含む7名の貴族を処刑した後、オプリチニナ制度を導入すると宣言します。オプリチニナ、直訳すると皇帝直轄領なのですが、この制度がロシアのお家芸である秘密警察組織につながっていきます。オプリチニナ制度、つまりロシアの国内をイヴァンの直轄領であるオプリチニナと従来の国土ゼムシチナに分けるというものでした。オプリチニナはもともとイヴァンが持っていた土地なのですが、他の貴族の土地も没収してオプリチニナに加えていきます。イヴァンがこの土地オプリチニナにしますと言うと、そこを領地としていた貴族の土地が没収されます。土地を没収された貴族には代わりに火山藩国などのモンゴルの辺境の土地を与えられます。実質上の島流しでした。家族や召使いとともに辺境に強制移住させられた数は12,000人以上。そして各地のオプリチニナ領から士族が集められ、執事、妻の家系、交友関係を詳しく調べられ、名門貴族と関わりを持たないと認められた者がオプリチニキと呼ばれるイヴァンの親衛隊となりました。ロシアの元祖秘密警察の誕生です。オプリチニキはイヴァンに絶対的忠誠を誓い、ゼムシチナに住む人間との関わりは一切禁じられました。主要任務は敵の摘発と撲滅。当初500人だった組織は6000人にまで膨らみます。敵とはイヴァンが敵とみなすもの。イヴァンは自由に裏切り者を決めて罰する権利を持っています。恐怖政治の完成でした。イヴァンはオプリチニキと共に黒い修道院で共同生活を行いました。朝は祈り、午後は聖なる公務として敵の捕獲、拷問を行いました。オプリチニキは黒い修道医、黒のバグをつけた黒い馬の
全身黒ずくめ、馬の首には犬の頭がくくりつけられ、鞭の先は箒状になっていました。反逆者である犬を見つけ出し、箒で一掃せよとの意味だったそうです。イヴァン自身が先頭を切って、町を疾走しました。まさに、時は世紀末、です。聖なる公務が終わると、夕べの祈りを行った後に、オプリチニキは宴会で浴びるように酒を飲み、町からさらってきた女性を連れ込みました。オプリチニキは、どんどん暴走していき、イヴァンの許可を得ることなく、あらゆる町で略奪を始めます。当時の人々はこの時代を、夜さながらの闇と呼んだそうです。そして、オプリチニキが、国内外にその悪評を轟かした決定的な事件が起きます。それがノブゴロド虐殺事件です。イヴァンは人物だけではなく、この都市は自分に対して忠誠心が薄いと判断すると、都市を丸ごと粛清しました。粛清する都市に、オプリチニキの部隊を派遣し、その部隊を途中で目撃した人々は、皆殺しにされました。ノブゴロドでは、5週間にわたって、尋問、拷問、処刑が繰り広げられ、人口の1割にあたる、約3000人もの住人が虐殺、川という川が死体で埋まったと言われています。結局、オプリチニキは7年で解散されました。オプリチニキの悪評が隣国にも広まり、ロシア貴族の引き抜き工作が盛んに起こるし、ロシアが攻めてくると、オプリチニキに略奪されてはかなわんと、隣国は必死に守るし、そして何より虐殺により有能な人物がいなくなり、タタール人がロシアに攻め込んできた時に、全然勝てずにモスクワまで侵入され、焼き討ちされてしまいます。イヴァンは、オプリチニキ解散時にはきっちり幹部を粛清。以後、オプリチニキという言葉は、口にするだけで鞭打ち刑。という命令を下しました。オプリチニキは亡くなったとはいえ、イヴァンの残虐性と懐疑心は一切変化はありません。ちなみにイヴァンは37歳の時に、34歳のエリザベス1世に求婚しています。結婚申し込みとともに、相互亡命受け入れ条約の締結を打診。国内の誰も信頼できないので、国外への避難場所を作りたい。というのと、バルト海への領土拡大のための、軍事同盟締結を模索したものでした。結果はもちろんノーというか、亡命したかったら自分の費用で逃げていらっしゃる分には、全く構いませんよ。という返事だけが来たそうです。この返事に怒り狂ったイヴァン、イギリスとの貿易は、中止じゃと激怒して、自爆することになります。イヴァンは結婚生活もむちゃくちゃです。実はエリザベス女王に求婚した時、イヴァンには二人目の妻がいました。愛妻アナスタシアが亡くなった翌年、部下の勧めで、チェルケス人の美女マリア・テムリコブなど結婚していたのです。ただこのエキゾチックな美女、マリアはロシア語が話せず、アナスタシアのように、イヴァンの精神を安定させるような関係にはなりませんでした。エリザベス一世に求婚した頃マリアが亡くなり、三人目の結婚はまた、アナスタシアの時と同じように、花嫁コンテストを行いました。あの凄惨なノブゴロド虐殺の翌年でした。41歳の虐殺王が、娘を隠すことは分かりならぬ。と貴族から庶民まで美しい娘を2000人集めました。まさに怪物に娘を生贄に捧げる昔話さながらです。そこで選ばれた娘が、商人の娘マルファ・ソバーキナ。するとなんとこのマルファ・ソバーキナが、花嫁に選ばれた直後に、謎の病で重体になります。これは間違いなく毒によるものでしょう。毒を盛られたのか、自ら死を選んだのか、ほとんど立っていられない状態のマルファでしたが、公職なイヴァンはそれでもマルファを結婚式へ、初夜へと引きずっていきました。そして結婚から2週間後に、マルファは亡くなってしまいます。前妻マリアの親族が怪しいということで、マリアの兄が串刺し刑になりました。さて次はどうするか。次の結婚はなかなか難しいぞ。というのは、正教会では、男は3度までしか結婚してはいけないことになっていました。4度目の結婚は、信仰に背き、獣と同じになることと、まさにタブーとされていました。さてさて先輩ヘンリー8世のように、別の教会を作るのは面倒だ。ということで、イヴァンは正教会の構想の前で、涙ながらに訴えます。最初の妻は悪人たちの魔術により殺され、次の妻は毒殺された。三人目の妻になるはずだったマルファは、結婚式直後、病に倒れ、処女のまま、死んでしまった。
つまり3人目の結婚は不成立だった。言い分はあっさり認められます。イヴァンはすでにマルファの死の半年後に、アンナ・コレトフツカヤと事実婚していました。認めないと殺されるだけです。アンナは高級娼婦であったとも言われていますが、よくわかっていません。新婚旅行は虐殺の地ノブゴロドだったそうです。2年経ったら飽きてしまって、この女は馬爪だ。とイチャモンをつけて、修道院送りにしました。かわいそう。とんでもない。アンナは殺されなくて済んだのです。この先50年以上生きることができ、イヴァンの妃の中で一番長寿な女性となりました。さあ、次は5人目。4人目からは獣じゃなかったの?という話は、もうどこかに行ってしまいました。教会であろうが、自分の結婚に反目する者はいない。と確信したイヴァンは、ここからますます好き放題。5人目の妃は庶民の娘、アンナ・バシリチコバ。結婚したら、1、2年で死にました。顔どころか、いつ死んだかも定かではありません。まだまだ行きます6人目、バシリサム・レンティエバ。今度は、未亡人。もう、処女じゃなくても良くなったみたいです。絶世の美女だったそうです。が、このバシリーサすごい根性をしていて、イヴァンに隠れて、シンカ・デブレチョフと浮気をしていたところを見つかってしまいます。イヴァンは当然激怒。バシリーサの目の前でデブレチョフを串刺しにしました。そしてバシリーサを修道院に生き埋めにしたと言われています。いよいよ最後の7人目、マリア・ドルゴルーカヤ。ですが、挙式後の初夜に処女じゃないと分かったので、翌日哀れ馬が引く馬車に縛り付けて、川まで引きずり溺死させたので、ノーカウント。今度こそ最後の7人目、1581年51歳で、最後の妻宮廷高官の娘、マリア・ナガヤと結婚します。ということで、秘密警察解散後も、絶賛ご乱心中のイヴァンですが、マリア・ナガヤと結婚した同年、さらにとんでもないことをやらかします。1581年、秋、27歳になる、皇太子の3番目の妻エレーナが、宮殿内を部屋着1枚で過ごしていました。当時ロシア女性は、少なくとも3枚は重ね着をするのがたしなみだったのですが、妊娠中で苦しかったのか重ね着をしていなかったのです。それを見つけたイヴァンは、なんという不作法。と怒り狂い、いつもの杖でエレーナを殴りつけます。父親が身重の妻を殴りつけるのを見た息子は、父親の手を押さえつけました。不謹慎な嫁と父親に逆らう息子。お前も反逆者か。劇場に駆られ、我を失ったイヴァンが暴れまい、我に帰った時には、息子は耳を押さえてのた打ち回っていました。エレーナは流産。皇太子は亡くなります。息子を殺しちまった。周りの貴族は誰一人信じられず、一日も早く後継者にふさわしい、一人前になるように、政務も、粛清も、拷問も、一緒に二人で楽しくやってきた、愛する息子を自分の手で殺してしまったのです。葬列は、20年前アナスタシアが亡くなった時の再現になりました。イヴァンは皇太子の棺の後を、よろよろと泣きながら歩いていったそうです。3年後、イヴァンはこの世を去ります。さぞかし悲しみに暮れた晩年だったでしょう、と思いきや、この時にはすっかりモンスターに戻ってました。7人目の妻、マリア・ナガヤが、イヴァンの子を妊娠したので、神は私を許している、とのことで、マリアの父親に次の嫁探しをさせたりしてます。体調が悪くなった時に、先生術師に自分の死の日時を占わせ、死ぬ前までに何か殊勝なことでもするのかと思いきや、この日に死ななかったら、お前ら全員生きたまま、火炙りにしてやるからな、とわめき散らします。そして占いの日、1584年3月18日、いつになく、調子の良かったイヴァンは、今日が終わったら、あのペテン氏ともに代わりに死んでもらう、と上機嫌で風呂に入って、チェスをしようとしたところ、バタリと倒れて、占い通りに死んでしまいました。最後まで大暴れの人生でした。イヴァンの死後、ロシアは、再び後継をめぐって、陰謀と暗殺が繰り広げられます。イヴァン内帝を尊敬していた、スターリンはこう語りました。イヴァン内帝が全ての貴族を根絶していれば、内帝の死後、動乱の時代は訪れなかっただろう。イヴァン内帝の最大の誤りは、粛清を最後まで貫かず、神に時折罪を悔いてしまう弱さにある。神が偉大なる事業を邪魔したのだ。と、
そして現ロシア大統領のプーチンも、中央集権化を進めロシア帝国を建設したイヴァンを評価しており、イヴァン内帝が自分の息子を殺害したというのは、バチカンによるでっち上げで、イヴァン内帝を悪名高い人物とすることで、ロシアをカトリックに改宗させようとした陰謀である、と語っています。最後はロシアの文豪、トルストイの言葉で、この動画を終わりたいと思います。願わくは神が我らを助けられ、我らの心から、かの恐るべき時代の最後の痕跡を拭い去られますように、かの時代の影響はその後も長きにわたって、遺伝病のように、世代から世代へと、我らの生活を侵している。ロシアにかけられた呪いは、もう、解けているのでしょうか。もしこの動画があなたにとって、役に立ったり、興味のある情報が少しでもありましたら、ぜひ高評価ボタンを押してください。このチャンネルを応援していただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。